これが1年前の両親の姿なんですよね。母親はだいぶボケてきてしまってるんですけど、料理は自分で作ってましたが火がつけっぱなしとかあって、面倒なのを頑張ってつけてましたけど一緒に危なかったですね。で、父親は目が見えない、耳が聞こえないし、母親はすぐ忘れてしまうのでよく喧嘩してました。自由だけど不快でした。で、運動をしたりしてもすぐ疲れますし、やっぱりちょっとプーンと離れてすぐ足としてちょっとプーンと見合った。で、父親の喉にがんが見つかって、今は、ある程度自分の分を見てくれたけど、お金を残してくれたので、今は老人ホームにいます。老人ホームそれはものすごい幸せなあれだと思います。で、というのは清潔ですし、掃除してくれますし、安全ですし、看護師さんが来てくれますし、快適ですが、本人たちは絶対帰りたいんです。もうこれを子供とくこれを潰していって、これも綺麗になったし安全だけども帰りたいんだと。客観的に言ったらこれものすごい恵まれてるんだと思う。そうですよね。この言葉で言うとね、でも何となく分かりますよ。それは自分のいたところに行きたいですね。匂い臭いっていうのは私は大丈夫だみたいなことでしょ。僕もそうですよね、はい、だけどこれ考えてみたらね、社会全体がこうなってると、我々世の中は清潔に快適に安全にしようってこと今毎日頑張ってるんですけど、社会全体が老人ホーム化してるんじゃないかと、なんとなくどうしたらいいんだろう。要するにこちらが人ごと、叫んでいた人ごと、こちらが自分ごとだけども、自分ごとっていうのはだけどやっぱり辛いししんどいし絶望がありますよね。これ例えば、これ4年前やったかな、大日本で東日本の震災地に友達がちょうどそこでいろいろ働いてたんで案内してもらったんですけどね、90のところでももういろんな問題があります。この道路のこっち側が補助金が出て、こっち側補助が出ないって、この手が払わせてるんですよね。矛盾がある。とにかくもう現地に行って話を聞いてみると、とにかくいろんなことがあります。で、これ五月湾というところね、これあんまり知らないですよね。なんでみんな知らないかというと、これほとんど住民が死んでしまったんです。だからもう今の結構な町だったんですよ。今のなんです。行ってはいかないんですけども、こちらでいろんな状態を見てもこっち来た時にちょっとホッとしたんです。言ってはいけないことなんですけど、やっぱり生きてるっていうのは、生き物っていうのは美しいの時に気持ち悪いし、醜いし面倒くさいんです。これをどうしたらいいの、こっちはそれはこっちいいけど、これをどうしたらいいのっていうのをものすごく悩んでたんですけど、ただこの時のことを思い返す時に、道に迷って道を聞く時のね、もうみんな親切に教えてくれるんです。もう自分ごとで教えてくれるんですよ。もう一緒にそこまで行ってくれそうな感じで、そこなんです。そこでさっきの好きであるっていうのを考えてるんですけども、これうちの神さん、奥さんなんですか。いきなり誰がどこの人が出てきたんかな、奥さんなんですね、はい、そう、昨日あんたは出るよって言ったら、どこに出るのって言ったら、いやいやもうちょっと気管ついてって言って、先ほどのように、自分の例えば、僕は金のために生きてないですね。自分のために生きてます。絶対自分のために生きてるけども、自分の中の一部に、先ほどのこの図式っていうのは私の中に他者が入ってる。だから、自分のために生きてるんだけど、その中に他者が入ってる。自分、その他者もその一部である。これがあるからちょっとかなり言えなかったですね。こういう例えば人に恋すると、なんか心にぽっかり穴開いた気にします。しません。僕するんで。いや心の中にぽっかりがないわ。で、結婚すると、別れても好きな人とかね、やっぱりぽっかり穴開いたりしますよね。何を言いたいかというと、好きっていうのは嫌いも含んでる。そこへ行くんだ。綺麗な中に汚いでもあるし、気持ちいい音の中に気持ち悪い音もあるってことで、いつも戻ってくるわけですか。名詞で考えたら矛盾だけども、動詞で考えたらこれが真実である。そっか、でしょうかね。今ものすごいなんか奥さんの話で、そうか、好きだけど嫌いなんだなとか、いろいろ奥さんもボロクソに言うてるけど、やっぱそれがとか、いろいろ、もうね、申し訳ない、奥さんも最初に出してくれたら最初から分かったかも。本当に何やろうね、奥さんも綺麗を言うから、それ一番分かりやすいですよね。自分の一部にも入ってるし、そうですね、自分のために生きてるんだけどみたいな、私のために生きてるのってことは、でも違う、違う、違う、だけども自分の一部になってますよね。という
まあ、あの石上さんにこの間事業に巨大にあの村瀬先生が言われて東京に来られた時に、うん、とこれテニスやってる学生でしたっけね、うん、とセンスってどうやって身につけるんですか、スラップはどう乗り越えるんですか、学生が石上さんに聞いたんです。そうですね。それに対して石上さんがちょっとこれまた お話しいただきたいんですけど、私やりたいことしかできない。ちょっと待って、私です。石上さん。石上さんが京大に来て授業したときに、学生が石上さんに、センスはどうやって身につけるんですか、スラップはどう乗り越えるんですかって聞いたと。ちょっと待ってください、先生。これ本当に、実際のこと。そりゃそうでしょ、本人来たはずだから。先生、なんでそんな単純なことがわからないんですか。なんて変人だろう。いないんだったらいいけど、で、でも本人読んどいて書いてること自体おかしい。普通はこれを書かずに、ここだけ書いといて、で本人に聞きましょう。さっき言ってくれない。さっき言ってください。私ももうちょっとどう答えたか忘れたんです。忘れたんや。それもあかんやんか、あなた。それ忘れたらあかんやんか、それ。思い出してください、それ。そのセンスはどうやって身につけるのかっていうのは、すごい私たちも難しい、なんか答えるのがすごい難しいんですけど、なんていうか、私にとってはその楽器を弾くこと自体、センスを身につけること自体っていうのが、その赤ちゃんがそれこそこう言葉を覚えてだんだんハイハイから歩けるようになったりっていうのを覚えるのと同じような感覚だったので、それを改めてこう言語化するっていうのはすごい難しいんですけど、その時に多分答えたのが、私は嫌いなことはできないです、これ面白くないと思ったらとことんできないし、もうまあどうしてもコンサートがあってその曲を用意しないといけないとどうしてもやらないといけないんですけど、嫌いだったらもういつまでたってもできないので、1週間前もなんかグダグダしたりとかすることもあるんですけど、それを自分でこう好きなとこを見つけていって、あこれ好きだと、自分でこれ好きやなと思えるようにして乗り越えていってるので、あそのセンスを身につけるっていうのも、なんて言ったらいいんでしょうね。スラップのところでしたスラップのところは嫌いなことはできないから、できないやめるんだよ、それでもやらないといけないときは好きにまずなるんだと、好きに自分を持っていってから、その好きになったという状況の中で攻め好きをいくと、そうです、そういう一つのやり方なんですね。センスっていうのはでも感覚ですよね。そうですね、だから感覚っていうのは教えるもんではないですよ、ね、教えるもんではないです、はい、自分が例えば私の場合は小さい時によくCD とかその昔のいわゆるこう良き時代だと言われた人たちのこう先人の CD をよく聴かせてもらってたんですね、はい、で自分でその当時私の小さい頃っていうのはカセットテープの時代だったんですけど、まあ、それをこうカセットテープに親に焼いてもらって CD から、でそれをずっと聴いたりとかして、でこう好きな曲そうずっと聴いてると、この曲は好きだとか、この2番目の曲好きやなとか、そういうの出てくるんですね。でそういうのをこう繰り返し聴いていて、でそのうちその曲が好きだったら、その曲のこの部分がこの人がこういう風に弾いてるのが私は好きって思ったりするようになって、うん、そうですね、そこからこう自分で、あ自分もこういう風に弾きたいなとか、まあ、例えば料理のセンスを身につけようと思うと、いろんな料理を食べに行って、あこういう盛り付けするんだな、こういう味付けがあるんだなっていうのをたくさん例えば食べに行くことによって自分の料理も作れるという、今そういう、そうですね、そうで、やっぱりそう、これいいものを聞いて好きになると、じゃあ次は自分はこういう風にしたい、こういう風に弾きたいという欲望が出てくる、さっきの一番初めの冒頭の話じゃないんですけど、欲望が出てきて、でそれを叶えるために自分でこうしたらいいんだという風にこう技術を裏付けしていったりという感じになるんじゃないかなと、そんなことを答えましたということですね、はい、これただ今お聞きになった方どう感じられますかね。僕この時に聞いててね、一番感じたのは好きなことを徹底してやることの厳しさを感じましたね。あ好きなことやったらいいんだ、おいしいもの食べていいものを聞いて、それはいいんじゃなくて、ものすごいこちらの方が厳しいんだっていうのを感じましたね。これ時間でいつまでですか。8時じゃあ、あんまりいいですよ、はいはい、失業となってました。あと、まあ、5、6分か、そうちょっと、はい、すいません、ありがとうございました。石上さん、すいません、ありがとうございました。まあ、ちなみにね、石上さん、僕はだいぶ聞いてくれないと思うんですけども、次は京都さん、どうやったらセンスを身につけれるんですかって聞いてくれたとしたら、それはバイオリンニストであるとしても、何であったとしても、それは僕は恋をすることですって言います。これ終わりましょうか。いや、違う、違う。だからテクニックとかスキルじゃなくって、そのセンスっていうのは感情の起伏だったりとか、悔しいとか腹立つとか楽しいとか好きだとか、そういうことで
しかないから、それ理屈だけで生きてたらセンスは無理ですよっていう、そういうことですよね。はい、本当に声をしてくださいね。